はじめましての方ははじめまして、はじめましてじゃない人もはじめまして。白ネズミです。今日はレンジで簡単に作れるポーチドエッグの方を紹介していきたいと思います。こちらポーチドエッグを作れる商品がダイソーにあったんですけど、カフェにあるようなポーチドエッグの方を作れるのか検証していきたいと思います。それではやっていこう。それではこのポーチドエッグの方を作っていきたいと思います。それではってことでポーチドエッグの方を作っていきたいと思います。中はこういう感じでザルとこういう容器になっております。はい、それではポーチドエッグの方を作ってみたいと思います。最初に水を目安点まで入れていきたいと思います。水を目安点まで入れたら卵1個こちらに割り入れていきたいと思います。次に破裂を防ぐために黄身の方に穴を開けていきたいと思います。数箇所開けていきます。はい、そして電子レンジで600ワットで1分20秒加熱していきたいと思います。はい、それではいってらっしゃい。1分20秒で、それでは1分20秒後に移動。1分20秒経過したので取り出していきたいと思います。できてるんでしょうか。はい、30秒やっていきたいと思います。こんな音、ポーチドエッグの方できてるのか開けていきたいと思います。お、できてるんじゃないでしょうか。それでは最後にザルを上げてお湯を切って完成らしいです。おお、すごい、ちゃんとポーチドエッグになってます。でこれをお皿に盛り付ければポーチドエッグ完成です。すごい、ちゃんとポーチドエッグになってますってことで、レンジで簡単ポーチドエッグで作ったポーチドエッグはしっかり作ることができましたってことで、また次の動画でお会いしましょう。またね。いきます。卵ですね。ます。